サルクかテクが、まさかこんなことになるとは。バッドパッチが、あ、どうも、スタンドバイシネマチャンネルの塚原直彦です。はぁ、ちょっとすいません、今バッドパッチ最終回見終わった衝撃のまま撮ってるんで。まさか、おかしいと思ったんだよな、いろいろ。あ、すいません、今回雑談会というわけで、本来ならね、先週まではマンダロリアンの方を追ってたんですが、今回バッドパッチが15、16話で、2話同時配信で最終回ということで、ちょっとどっちをね、レビューしようかなと思ってるんですが、ちょっとどっちも押したいと思うんですがね、ちょっといい話悪い話どっち行くから先にした方がいいかなと思ったら、まあね、先悪い話しといて、まあ悪い話っていうかね、あれですけど、後からね、ちょっとマンダロリアンのレビューで、最初はちょっとバッドパッチの方をね、レビューしていこうと思いますが、テクが、だから今回シーズン2ね、なんかやったらテクのエピソード多いと思ったんですよ。なんかフィーがね、海賊のフィーが出てきたりね、フィーが好きになったりね、テクのことをね、ポトレンスのエピソードとかね、いるかなと思って見てたら、全部伏線だったんですね、これ。デイブ・フィローにやってくれた。なんかだから結局ね、ハンソロがね、シークエルでね、死んじゃったりとか、ルークがね、死んじゃったりとか、いろいろありましたけど、そんな日じゃなかったですね、この衝撃っていうかショックは。まあドラマだからね、ゆっくりエピソード追ってきた分、余計感情移入もあったんですけど、というわけで、ね、衝撃の結末で、16話で、ね、モノレールを修理して逃げようと思ってた中で、テクが取り残されてね、マスコも描写も良かったですね。あのモノレールが、落ちる、落ちない、落ちる、落ちない、みたいな3回ぐらいやった後ね、テクが、プラン99だと、ことを言って、僕たちは約束に、計画に沿ったことがあるのかっていう中で、そうですよね。計画に沿わないっていうのがね、ね、バッドパッチのね、特殊なとこだったわけで、うまかったですね。プラン99っていうのはね、このね、オーダー66の逆なわけでしょ。プラン99がオーダー66の反対っていうわけで、全部がテレコになってるわけでね。最後にそれをね、発動して、まあ、犠牲を払って、仲間を助けたっていうね。まあ、結局、まあ、最後にね、そのメガネが見つかって、まだ死体は見つかってないっていう中で、どっちなんですかね、どうだと思いますか。まあ、これね、もちろん死んでないというふうに信じたいんですけど、このだけはね、見事な描写をして、次のシーズン3、まあ、間違いなくやると思うんで、てかやるでしょう。まだ発表されてないんですけども、シーズン3で生きてましたっていうのも、ね、なんかこの感情どうしたもんかっていうところもあるんで、ただね、ここでね、テクを失うっていうのは、まあ、そもそも、バッドパッチは、まあ、ハンターいて、レッカーいて、エコーいてって中で、正直、テクいないと無理ですから、これ、間違いなく。テクの活躍っていうか、テクのね、能力がどれほど偉大だったかっていうのがね、特に今回シーズン2でね、しっかりね、描写してもらったし、まあ正直、レッカーはね、まあまあ武力としてはね、戦力としては大事ですけども、ハンターとかね、なんか五感が鋭いとか言ってますけど、まあね、リーダーとしてのね、資質はあるんでしょうけど、ね、もう間違いなくテクいないと、これどうにもならないですから、彼の活動は。なんで、まあ、ね、復活してくるんでしょうけど、どうなんすかね。クロスヘアもね、まだ回収しきってない中で、このクリフハンガーはえぐいっすね。だって、多分、早くて1年半とかでしょ？遅くて2年ぐらいかかっちゃうわけでしょ？シーズン3で多分。そもそもバッドパッチが始まった時に、まあ、すごいハッピーエンドはないだろうなと思ってたんですよ。だってね、描かれてないわけですから、彼のその後は。っていう中で、惑星ね、パブーっていうね、すごいね、まあ日本っぽいね、島国っていう、国が出てきて、まあ島国っていう惑星が出てきて、すごいね、お寿司とかね、あってね、すごいね、平和に暮らしてるっていう中で、フィーが出てきて、一緒に暮らそうと、あそこで暮らせばいいじゃないかっていう中で、あ、これはもしかしたらバッドパッチ、ここでね、平和に暮らすハッピーエンドもあるんじゃないかっていうのを一個見せといて、からの、ここですよ。まあね、あと2話で3話で終わるのかと思ってましたけど、全然終わんないどころか、ね、これ振り出しに戻ってますよ、話、結局。ね、結局、ね、オメガも回収されちゃったしね。
バラバラになっちゃったしね。ね、シドが裏切ったっていうこともありましたけど、まあ正直シドはね、ちょっと怪しかったですから、し、なんかまあ、彼女なりにね、なんかかなり思うとこあっての行動だったっぽい描写があったんでね。まあ正直僕はまあ別にそこまでシドに対しては、まあしゃあないなっていう思ってはいますが、あ、そうね、クレニック長官も出てきましたね、若彼氏頃ね。なんかスターダスト計画の話もしてましたけどね、まあ正直そういうとこじゃなかったっていうかまあね、まあサービス的に出してくれたのは良かったですけど、うん、クレニックの長官の声は本人だったんですかね、どうなんですかね。そもそもでもあれでしょ、ソーボゲレラが出てきたからでしょ、こんなことになって、あんなことしてバン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 爆発するからね、本当あのモノレールもね、うまく回んなくなって、もうね、あんなだからね、やってること一緒なわけですよ。ゲレラもターキーも。犠牲を払ってもいいから、なんとかしようっていう考えがね、そもそも余計なことを被害をね、及ぼして、こんなことになるわけで。テクもね、まあその、兵士の一人ですから、もうこうやって失われてしまうっていうのは、覚悟の上だったっていうことなんでしょうけど、ねえ、テクのいいとこがね、だん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 ね、表されてきたシーズン2だったが、だけに寂しいですね。はい、というわけで、まあバットパッチはね、シーズン3に期待するのとともにね、早く作ってくれっていうわけで、どうなんですかね、もしかしたら映画とか、映画ないか、早くね公開してほしいですね。いつ発表になるか、シーズン3が、ひたしたらシーズン3で終わるのかも不安になってきましたけども、気になるところで終わりました。クリフハンガーで終わりました、シーズン2バットパッチでございました。はい、というわけでね、ちょっとこっから気分変えてね、マンダロリアンの話をしていきましょうか。第5話、マンダロリアン第5話というわけでね、5話良かった。あー、もうね、これまでの予告編でね、出てきたシーンが全部ここで詰まってたんじゃないですか。あのね、マンダロリアンがね、奇襲仕掛けるシーンとかね、いや良かったですね。あの、そしてね、このね、前回も僕動画出しましたね、モンキーね、コアキンちゃんね、彼も活躍してましたね。あっちだよみたいな言ってましたね。彼を狙ってるシーンとかもあってね、ちょっとね、おお大丈夫かっていうね、あいつどうしてくるんだと思いましたけど、活躍してましたね。本当よかったよかったっていう中の第5話。いやー、なんかね、カルガもね、指揮をちゃんと取ってね、ゴリアンシャドウがね、バン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 打って大丈夫かって思ってましたけど、なんとかね、まあ言ったら雨降って地固まるじゃないですけども、そのおかげっちゃあれですけども、マンダロリアンともね、仲を、ね、うまく取り持って、そしてね、パズ・ウィズラですよ。パズ・ウィズラがね、あの、演説、どうすんのかと思って、最初はね、こんな、マンドーとか、ボカターンのね、方についてたまるかっていう風に話するかと思ったら、でも違うと。もう俺は子供を助けてもらった。ここで戦うのがマンダロリアンだろうと。ね。そうか。ね。前回、前々回とかね。ちょっとまったりしてましたけども、話がね、中ぶらになってましたけど、息子をね、危機に合わせたのは、この伏線だったわけですね。ここで、まあ、ああいう事件があったから、いや、俺は立ち上がるぞっていうね、中の分かりやすい感じでございましたけども、ね、ここで、我らの道って言ってね、俺は戦うぞっていう中でね、あの、マンダロリアン、チルドレン・オブ・ザ・ウォッチのね、面々も、我らの道、みたいな言ってましたけど、大丈夫ですか？なんかね、結構なんか本当にみんな分かってるみたいなね、我らの道って感じでしたけど、まあ、ここでね、バズ・ウィズラがね、ついてくれたことによってね、戦闘もね、優位に立ってね、いいですね。彼のね、マシンガンがね、ババババってね、とこも良かったですし、そしてね、アーマーラーがね、ボカターンにね、マスクを取れっていうとこ意外でしたね。ただ、取ることによって、彼女はどっちも経験してると。っていう中で、やっぱこう、指揮を取っていくのは、ボカターンしかいないっていう中で、やっぱね、こっからはボカターンが見せ場が多くなってくるとともに、今回やっぱね、ちょっとディンジャリンとグローグちゃんの描写が少なかったのは寂しかったですけど、やっぱちょっと基本的にね、影薄くなっちゃいがちですけど、シーズン3は、ボカターンがメインになってくる。っていうか、結局、彼女がね、いかにリーダーとして、また台頭していくかって話だと思うんで、まあそういう兆しが見えたし、方向性が見えましたね。はい。そんでね、テバでしたっけ、あの、おじさんね。よかったですね。やっぱいい人ですね。めちゃくちゃいいし、美味しいですね、あの役がね。テバのおじさんがね、活躍してくれて、仲を取り持ってくれたっていう中で、イライア・ケインがさ、邪魔してくるじゃないですか。なんかテバがさ、ここでね、なんとか仲介して、なんとかしないと、まずいことになりますよって言ったら、イライア・ケインが邪魔してきて、共和国の人が、まあ、いろいろ救うとこあるけど、結局、ここで戦いで赴くのは、それは違う反乱軍の仕事だったと、これまで。ここで、ちゃんと、ジャッジして、仕事として取り持っていくのが、新共和国としての、仕事だよっていうのは、とてもよくわかりましたけど、お前の手羽の話もわかった。それも一回置いとくんで、考えとくよ。また考えといて、また検討します、みたいなね。
まあどっかの国っていうかね、いろんな国でねよく見る感じですよ。政治家たちが検討しますはいいけども、そういうことしていくうちにまた被害がっていうかね、いろんなことが起きてきてしまうという。であそこ結局ね、テバの言うことをしっかり聞いて、あそこでしっかり止めとけばね、シークエルみたいなことが起こんなかったわけじゃないですかね。パルパティーンとかねの復活とかいろんなことを下手したら止めれたかもしれないのに。だから今回結構ね大きいね、転換点だと思いますよ。分水嶺だったと思いますよ今回のエピソードは。そう、ゼブ出てきましたね。ゼブがね、実写で出てきましたね。あの反乱者たちでね出てきた、ガルゼブそうですね、ゴーストの一員のねゼブの実写化、最初ねあれと思って誰かなと思ったけどね、あの声の方も一緒でしたね、確か多分ね。っていう、あの顔のねやっぱね CG 加減とかもすごい凝っててね、やっぱこれはアソーカにつなげるね伏線でもあるし、っていうことはね彼らも出てくるでしょう、話たちのね彼らも出てくるでしょうっていう中のグッときましたね、よかったと思います。で最後ねテバがね宇宙船に漂ってるね船を見つけたら護送船だったと。それはなんかモフギレオンの護送船だったとね、中にいないっていう中でね。でそもそもモフギデオンはなんかちょっとねどうだったんですか、結構あんなね犯罪重犯罪だったのに、なんかねあんまり扱いが出廷してないとかいろいろ言われてましたけど、結構ねどうしてたんですかね。そして中にベスカーの破片がある。さあこれはマンダロリアンが怪しいっていう中で不穏な空気が漂ってきました。第5話でございました。どうなんですかねあれはね、マンダロリアンたちにお目を着せるために誰かがベスカー合金をね残してった罠なのか、それともマンダロリアンのね、いろんな多分まだチルデンオブザウォッチとかデスウォッチとかこれ派閥も確かいたと思うんで、また違うマンダロリアンたちが起こしてしまった事件なのか、これはあと残り3話とても気になるところでございます。はい、というわけで、でもダンクファリックテクがちょっとやっぱりね、ちょっと今回はテグに重いよね。ちょっとね、引っ張られてしまいましたけど、今週は。はぁ、というわけで、でもね、こっからあと3週はね、マンダロリアに集中してレビュー上げておこうと思いますんで、よかったら高評価、チャンネル登録してね、レビューお待ちください。しかしね、こんな死亡フラグがまんまとうまく我々に効いてしまうのかというね、感じのバッドパッチでございましたね。はぁ、ダークファリック。